コラボス、関西百名山。ワウワウ。時刻は7時56分。今日はここ JR 鮫ヶ井駅にやってきております。今日は関西百名山第9座目となります。霊仙山を目指して行ってみたいと思っております。それでは今日も元気に行ってみましょう。現在ここ鮫ヶ井駅ですね、現在地、ここお手洗いあります。で、今日はこう坂口橋通って上入、この駐車場チェックして、で、陽村町経由でここ霊仙山、地図で言うとこっちの地図はこっからこう来てぐるーっと回って最高峰を踏んでループしてまた同じこの駅に戻ってこようと、26キロのコースになる予定です。はい、行ってみましょう。今日はナビを初使用です。はい、寒いね。着しました。時刻は8時23分です。はい、距離は駅から 3.6 キロ。はい、25分ほどですね。はい、はい、あのここに来るまでも吹きのどうやら梅やらね、たくさんあるらしい景色が楽しむことできました。で、ここからいよいよ陽村町、ここから徒歩でこう樽ヶ畑登山口まで行くと約1時間だそうですけど、ちょっと走るんでもうちょっと早いかなと思います。で、こう行ってここ、まあ、行ってみようかなと思ってます。で、こうしてこういう感じですね。はい、はい、で行ってみます。はい、さすがバイカモの町だけあって山から流れる水がきれい。澄んでる。ビバマスマスおるんかビバマス。57分になりました。駅から約1時間、7キロですね。はい、7キロ。ここが呉ヶ畑駐車場だすでに満員。そう、9時でもう満車ですね。なのでちょっと 路上に何台か止まってました。はい、そしてこうですね、注意山頂までは4キロなので霊仙山登山口ですね。はい、ここにこうあるということで、ここから早速今日の登山開始です。はい、山に入ってきました。はい、林道を見せないに行ってしまいそうだったんですが、ちょっとちっちゃい案内板が右登山道ってあるんで、そこを見逃さないように入りましょう。そしてこの山はやっぱり水気が多くて苔がすごいね。おないわ、何も。ああ、金谷酒造飲料販売者やって。はい、7年前に初めて来た時はここにビールが冷えててね、ビールいただいた記憶ありますが、今日ありません。はい、じゃあここからちなみに、はい、あ、料金表ね。9時7分です。はい、いや、いよいよここから、すぐは結構急なんですよ。でも登山道はね、しっかりしててよく踏まれた感じですね。9時14分、2合目の汗拭き峠にやってきました。ここですね、ポイント、汗拭き峠。はい、で、今日は、ここの落合方面に行ってぐるっと回って、このこっから降りてくるって感じね。はい、になるのでこっちですね。はい、ここから一旦ちょっと下りが続きます。はい、下ります。で、帰ってくるときはこっちから出てくると。まあ、はい、行ってきます。急の下りやで。はい。なんで知ってるの？前来たやん。覚えてんの？覚えてるよ。せっかく登ったのにと思ったのに。
構渡るそうです。結構ここまでね、汗拭き峠から狭くって急なところ多かったんで、うん、まあ、通行止めってほどではないですけど、足元十分注意していきましょうって感じですね。はい、はい、今日のおやつ、そして今日のおやつ、ホワイトデーにもらいました牛ちゃんにドライフルーツ詰め合わせセット、今日はこれを食べますよ。高級、やばい、山ドライフルーツ美味しいね。めっちゃ綺麗になってる。7年前に来た時よりなんかリニューアルしたんかね。あのたくさん路肩に駐車がされてましたね。9時46分です。こっから西南尾根に登るんですね、はい、距離は駅から約10キロ、1時間48分が経過しております。通行可能、通行可能、はい、はい、でこっからなりますね、はい、行田山頂って書いてあります。はい、笹峠へ向かってます、はい、なんか至るとこにね、石段が残ってるんやけどね。うめえな。うわ、ここら辺とかも陽さん、人を住んではったんちゃうんだ昔。ああ、そうなんだね。もう廃村やけど。あ、急斜面を登ってきまして、やっぱりあのここにも村があったみたいですね。あ、上にもほら、うん、家が人気はないけど、なんかあの家の跡がたくさんって、これ生活用水だったと思われますね。水場です。水場です、はい、で、こっちかな。ちゃう、ちゃうか、これか、うん、これ山菜を取るなと書いてあります。なんか木の一本一本が元気ですね。森林浴、うん、緑がすごい濃い。今日この辺がとっても気持ちいい。ピッチョピッチョヘッチ、うるさい。台無し。来ました、時刻は10時13分、駅から11キロですね。どうですかこのコースは。おー、いいコースだよね。いいコースよね、歩きやすいね。山頂が今日初めてその姿を現しました。めっちゃすごい、かっこいい、真っ白やん。わー、すごい、青い空の中にポコンとこの白い山頂が、やっぱかっこいいね、両親さん。まだ遠いけどね、うん、ねえ、秋、あの夏に来ると恐ろしい昼山と化しますが、この時期はなんとこんなに爽やか。うわ、めっちゃ綺麗、雪が出てきたで。
ぎるね。あのふわふわの綿帽子かぶったみたいな雪の雪がすごい、あんな見たことないわ。空がまた青いしね、もうほんと綺麗。駅から12キロ、10時36分です。やっと稜線の登山道醍醐味といえる景色に到達することができております。すごいよ、鈴鹿山脈。この斜面結構急で、あの土質はこんな感じなんですけど、あの急斜面なんで結構滑りますね。滑るな。うん、あの十分注意してぐるっとくるんでね。掴みやすいようにテープ袋塞いで注意して登ったらいいと思います。花粉全開。花粉全開やね。いやもうすっごい綺麗。じゃあ山頂に着いてみたいと思います。だいぶあの朝はパリパリやったそうですけど、もうだいぶぬかるんでる時間帯です。琵琶湖が、はい、で伊勢湾、伊勢湾、はい、山頂までもうしばらく行っていきたいと思います。頑張ろう。まあでも綺麗な方が綺麗やからね。すごい樹層らしいです。あの春の訪れを告げる花です。これが見たかったら靴ドロドロ格好しないといけません。はい、あーすごい、かわいい、かわいい、光ってますもんね。キラキラ、すごいな。ええー、もん見た。あ、つぼみもかわいい。これが見たくてね、今日来た時に。本当ですか。ではない。ここどんどんいっぱい、いっぱい、まああの。あります。書いてました。すごい。まだまだつぼみだけど群生してるとこもありましたね。本当ですか。この尾根はね、福寿草がたくさん咲くで有名なんですけど、ま、見てこんなちっちゃいのがね、つぼみ、つぼみかわいい。もうね、満開になる手前のね、つぼみがね、すごくここにありますよ。もう一周遅く来たら、もうもっといっぱい咲いてるかも。福寿草らしいですわ。うん。
これ。綿やな。ねえ、珍しいんじゃないの？こんな草にこんなについてるよ。もうちょっといい当たったら全部溶けちゃうもんね。もうすごい自然が織りなす芸術よね。こんな時にこんななってるし。すごいな。うわすごい。なんかすごいね。同じ山でもまだ見ぬ景色にいっぱい出会えてすごいね。時刻は11時53分、距離は 14.7km、3時間56分、約4時間ですね。最高点に到着しました。もうものすごいね、景色が綺麗すぎてね、見たことのない景色の数々で興奮しました。可憐な福寿草も見れてもう最高です。ビバ霊山第9座でした。竹、ノリクラ、白山らしいです。今日はもう最高の日ですね。あすごい。お酒できた。素晴らしい眺望の中、山弁当です。お弁当作ってきました。はい。じゃん。バッテリー残量定。買いましょう、バッテリーも。いただきます。最高です、景色も。ねえ、二つあるんですね。はい、第9座行きました。はい、三角でやっちゃって。やっぱりこの雪からもう開ける壁でじっとしてたらもうたまらんさったんですね。はい、さっきの弁当広場に戻ってきました。体温をすっかり奪われた広場です。で、こっから以前はね、2回ともこっから柏原駅方面に向けて、この福山方面の方に向かって降りてたんですけど、今日は、もう一回スタート地点の鮫ヶ井駅に戻るコースで戻ってきようと思います。柏原駅から登ってきた男性にさっきお話を聞いたんですが、ものすごい雪が残ってて、アイゼンあっても怖いぐらいやったっておっしゃってました。今後行かれる方参考に していただけたら幸いかと思います。じゃあ、下山に向けて行ってみたいと思います。やっぱり福寿草を見に来る季節ということは、やっぱりね、溝がね、これ見てこの靴裏。もう地面を捉えられない。すごい。トレランシューズ意味なし。9号目だそうです。あ、避難小屋。ほんまやね、避難小屋から近いんだ。9号目っていうか、ここから見るのもすごい綺麗だけどね。こっち行かなかねな。そうね、左やね。12時56分です、時刻は。走る一瞬。最もやりたくない尻餅をやってしまいました。しゃあないね。電車乗るまでには乾くやろ。速乾水やから。
あ、こう歩いてはるわ。あの辺やろ。ちょっとね、ここ広大すぎて道がよく分からなかったんですけど、今やっとここに戻ってきましたね。はい。行けや、ほんまや、行けや。おお、もっと長いって。こっちから来たら8号目になるわけだ。おお、行け。では、ちょっと。ハハ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 。見て、すごい。おうわ、うわ、すっごい、すごい大きな張り木みたい、これ。おです、はい、5号目見晴らし台に到着。確かに見晴らせる。お、楽しいコースやね、はい、13時41分戻ってきました。セピ峠、ここね、この山頂に向かうコース初めて通ったんですけど、むちゃくちゃええコースでした、はい、あの5号目の見晴らし台過ぎてから一気に眺望を開けて、はい、もうとってもいいコースでした。ここピストンしても楽しいと思います。これちょっとここはね、通ったらやかんやつですね。あかんやつです。向こう側通りましょう。皆さんしっかり通ったけど、これ口ですので、金谷の山小屋に戻ってきました。13時45分です。もうね、なんかね、山をね抜けてしまうのがもったいないぐらいでしたね。もう名残惜しい。すごいいい思い出をありがとう。ねえじいちゃん、はい、はい、林道に出てきました。あー、なんかあっという間やったね。駅まではあとは 9キロ未満、はい、1時50分です、はい、いや本当にね、素晴らしい景色の数々でした。もう終わっちゃうのがもったいないぐらい。何キロここまで。19.7キロ、約20キロですね。はい、駅まで頑張りましょう。14時52分、距離は27キロになりました。6時54分で鮫ヶ井駅に戻ってきました。ゴール。あー、もうとっても楽しかったですね。もう景色がとってもよくって、昼出るので、あの暖かい時期になるとちょっと難点ですけれども、この春先のこの時期、とっても楽しい、一日を過ごすことができました。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。またねー。